本日、刑犯罪法違反の疑いで、リスホッチ容疑者が逮捕されました。リスホッチ容疑者は、昨日、オープンしたばかりの、ホッチランドにある砂浴び場で、脱糞したところを、その場で、現行犯逮捕されました。調べに対して、リスホッチ容疑者は、俺は脱糞なんかしてない、俺が漏らしたって、証拠でもあるのか。あるなら見せてみろ。と、容疑を否認しているとのことです。また、証拠映像を、リスホッチ容疑者に見せたところ、しばらく黙り込んだ後、記憶にございません。と、一言言い放ったとのことです。しかし、後日、リスホッチ容疑者は反省したのか、砂を浴びると気持ちよくなり、気がつくと、いつも出てるんです。最初は、他のリスのものだと思ってたけど、時間が経つにつれ、薄々自分のだと気がついてはいたんです。と、一転して、容疑を認めたとのことです。